えどうも皆さんこんにちは、えー、マオと申します今日はですねこの302号室というゲームを実況プレイしていきたいと思いますお願いしますなんか脱出ゲームみたいな感じなんだけど最速だと10秒で最大だと30分ぐらいかかるみたいなこと書いてありました302号室着いた夢から覚めたように頭がぼーっとしている俺は何をしていたんだろう 自分の部屋なのに何だかよそよそしく感じる、はあ、部屋を調べて何をしていたのか思い返してみようはあ財布を手に入れた財布持ってんねえー、写真だ山を背にして男女が写ってる、はあ、タカトシタカとエミ、えー、何々山にて自分にはエミという彼女がいてこの部屋に一緒に住んでいたエミはどこだエミがいないね。 自分のスマホを手に入れたこれアイテム使ったりできるのかなどこを見るああ写真フォルダーおっエミと知らない男が一緒に歩いてる写真がはいエミは浮気をしていたねメモアプリはえー、パソコンパス英、えー、小文字トイレットペーパーリモコン取り入れたトイレットペーパーリモコンリンス卵 うーんパソコンのパスがあるっぽいな。で、あとは冷蔵庫には飲み物。卵は M サイズがいい。どうした謎の。あ更新所の領収書。更新所の領収書があるね。中央更新所の領収書。山本隆様調査費用。山本隆か。こいつは。エミの浮気調査をしたものだと。あ、はあ。財布はえー、大したものは入っていない。んー。 えー、サラダには、えー、それぞれ2つずつ入ってるペアだねおおなんか、えー、選択肢エミは斜め式ドラムがいいと言って買った高いんだよなこれな洗濯台の下には消耗品が、えー、シャンプーのボトルに S リンスのあーこれか、えー、とシャンプーリンス SRSRM となんかだなあとトイレットペーパー WD だ SRDM、SRDM SR を、SRDM を、えっ、ー、と、メモ帳を見るか。S、S だから、トイレットペーパーはダブルだから D で、D で、リモコン、リモコンリンス、あれちょっと待って。<laughs> えー、卵 M だから DM でしょ。あ、これ、録画見返したけど違うシャンプーとリンスじゃん。シャンプーとリンス、S と R でしょ。 で、えー、とスマホの中のメモには、えー、メモアプリで、えー、リンスだからリンスは R だリモコンリモコンエミの字でメモスマホのロック大好きな人の誕生日プラス大好きな人の誕生日俺の誕生日の2乗ってことによるかエミのスマホああスマホもあるな収納ケース鍵付きの日記おおいろいろあるな深夜ダブルベッド とはコートのポケットライターいろいろあるなえー、登山道具登山ロープがなくなっているえー、ええ服や登山具登山ロープなくなってるアーティストのポスターフランク・ジャクソンフランク・ジャクソンの誕生日かじゃあカレンダーたかしの誕生日が書いてあるこれじゃないんだろうなだからなあリモコンこれかリモコンえっ、ー、とオンの文字があるリモコンがオーねリモコンがオーだからある円どええー、ちょっと待って んちょっとまあ別のとこ探すか部屋の鍵あ出れたえ普通に出れちゃったんだけどほんとお隣があんの隣に用はない外に出るかはいえ出れちゃった <laughs> あ何も知らないエンディング1終わっちゃったててててててん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 ,てんこれななんだこれ <laughs> 一応エンディングか えーちょっと別のやつ見てみましょう大好きな人の誕生日大好きな人の誕生日11051105は 1105+1105 は、えー、2210かまぁ、あ、絶対違うんだけどねだってもう浮気してたんだからもう絶対俺のこと好きじゃないのよえーエミのスマホ、えー、2210とん番号が違うようだまあこのアーティストだろうな多分フランク・ジャクソン フランク・ジャクソンが何者かだな。だから、なんだ。タバコを手に入れた。あ、タバコとライターで火がつけられるんじゃないか、これ。ここでは吸えない。ベランダか。ああ、普通にベランダ出れるじゃん。なんか、すげえなく。なんか、お隣さん変な。なんか湯たんぽ置いてあるし。下なんかすげえ。江頭2時50分みたいな。タバコを吸った。スパー。少し落ち着いた。 えそれだけタバコ何回でも吸える <laughs> めっちゃ指数やんえっ、ー、と他は何もないかこれなんかあ電気つけられるじゃん電気つけられんのかいえー、丈夫なフックたまに荷物をかけている電気ついてなんか変わらないかなエミはどこだエミはなんかちょっと怪しいよなあれっエミの靴だ 自分の靴はガソリン管やば部屋の鍵手に入れたガソリン管ってやばいな風呂場のドアに鍵がかかってる立て付けが悪くたまに勝手に閉まるかどうやって開けようえー、なんかこじ開けられそうなものガソリン管中身は十分にあるえタバコこれやばいなライターもあるからこれだいぶ危なそう 消耗品が置いてあってトイレきれいにされてるだけこれさリモコンの方さ O じゃなくて N かなであとは W って W じゃなくて W でいいのかなどうなんだろうん WO でいいのかな RM ウォームあったかいあーいたーこれちょいむぜいやー 何をしばらくあパソコン使えるようになるのねはいはいはい取引先フォルダーとフランク・ジャクソン取引先の人と浮気してそうだねこれね、えー、名はカムフラージュで中身は自分の覚書だエミの様子がおかしい何があったのか聞いても笑ってごまかされる携帯に着信が多うエミは会社からだよと言っているが食事の時間にもかけてくるのは正直どうかと思う繁忙期でもブラック会社でもないはずだが エミの態度が冷たい気がして少し強めに問い出させたのが何でもないの一点張りで答えてくれない何なんだ俺にも言えない何かがあるのか嘘だこんなの嘘だ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 エミの会社の近くまで来たので寄ったらエミと知らない男が一緒に写真だけでも撮れたのは幸いだった最近様子がおかしいのはこのせいだったのか遠回りに、えー、探りを入れても白を切るこんな女だったか更新所に調査を依頼したが金の無駄だったもう限界だ証拠を突きつけてはっきりさせてやるやば 切れてんなフランク・ジャクソンは6月216月 21×2 だなよしよしやってみよう6月21だからえー、エミの携帯えー、6月21だから12の21だからえ424242、ー、42あれ フランク・ジャクソン6月21あっかけ2じゃなくてもしかして俺のこと大好きだと思ってんのかこれ11月以下と6月21だからえー、6月だから171726か1 7、えー、2 6 1 7 2 6二7かええ1726あいたーよっしゃ俺大好きな人じゃん <laughs> どこを調べる着信履歴 岡田先輩という人物から異様な数の着信岡田じゃんエミの訳相手じゃん SNS 見ていいのすごい SNS これない LINE じゃんエミ助けてどうしようお風呂場の鍵が勝手に閉まっちゃって外から開かないのあきちゃんママ大丈夫彼氏は今日遅くなるって管理人さんに連絡したらスマホのなあそうか風呂場でスマホをいじるタイプの人だったんだなそうすると 夜だし迷惑じゃない。あ、なにこれあ、みんなであなん、グループなんだな。うちと,と同じタイプなら、取っ手の下の溝に10円玉を差し込めば開くかもよ。本当やってみる。なんで10円玉持ってんの相手はすごいありがとうよかったよかった。10円玉で開くって言ったから、自分の、えー、自分の、だから、ちょっと待って、一回セーブしようか。 だ自分の、えー、財布から10円玉よし10円玉取れたなだこれでじお風呂開ければ使うよし開いたエミ死んでええー、死んでるね俺が俺が殺した登山ロープ殺してる小さな鍵殺しとるわ殺したデータ読ん、ね 4が殺したことを知ってしまったデータねえ鍵はあれかな小さな鍵鍵付きの日記開くだろうな鍵付きの鍵の開いた日記っていう表現ちょっと好き <laughs> エミの日記だ岡田先輩が最近しつこい彼氏がいるって何度も言ってるのにちょっとこあ岡田先輩の着信多すぎだよしかもどうでもいい話ばっかり会社の依頼かもしれないから着信拒否もできない出先にまでついてきた嘘でしょ信じられない体をさらわれたから逃げ出したけど 本当に誰かにそうえみ浮気してなかったなたかしには言えないな心配かけたくないしちょっと怒りっぽいから殴り込みに行っちゃうかもやっちまったなこれやっちまったな登山ロープ登山のロープだええー、やってなかったじゃん山本たかし様ええー、知っちゃったんだけどこれもう終わりかな えこれで外出たらいいのかなタバコで落ち着くか一回 <laughs> スパー落ち着いちゃダメだと思うんだけど <laughs> 人としてガソリンとかあるからななんか何ガソリンでガソリンで燃やしたりできるのかこれできたわああーできたわこれあこれあ あ、あ、できたわエンド後昇進ああ違うかあ自分で自分の命をあやめるエンドかああそういうのもあるのかなるほどこれだから知った状態で出たら多分エミしんどったなこれで外出たらなんか自首とかするんじゃないの違うのかな隣に用はない これ外出ると何も知らないわけじゃないもんな自首したわ自首したいわやっぱ自首するよな自首すると思った <laughs> そして俺ロープ手に入れたから分かってしまったこれだな多分ここ登山ロープ使う絶対死んじゃうんだなこれ知らない自首で昇進自殺首吊り自殺であと1種類必死に方が残ってる ちょっと、これは、まあでもそうなっちゃうなあ。あんなこと知ってしまったらなあ。そうだよな。うん。あとなんだベランダから死ねなかったなあ。どうするあなに警察に行くと他に屋上に行くっていうのがある。え屋上に行く。まあ、そういうことだよな。あっあっ竹じゅ十何回あった。 飛び降り自殺いやあ救われねえなーこれなー終わりかーそうか救われるエンドはないかまあそういうまあでもね画面がキュッと引き締まった1画面でプレイできるすごい面白いゲームでしたねありがとうございましたまたお会いしましょうバイバイ